国<け>おはようございます。私の名前は、きものちゃんと言います。いかがだったでしょうかま編全。のみたいな全ん。じゃない、じょ。じょだね。よろしくお願いしまーす。三部作じゃないです。普通に、ちんとじょで終わりです。とんでもないよね。あれ、ちなみに後編やばいからね。<laughs> みたいになるよ YouTube からね追加数に来た皆様こんにちはキモタンだおーナイスのでありがとうございますね Google のアカウントで来てくれたのかなそれともツイッターかなキモタンの動画で初めてイライラして、今思ったらさ昔ヤバかったよな収録6時間とかあったよね普通にマルル編何時間だったっけそういえばみんなマルルって覚えてる今消えちゃったっけあマルル編って消えてるんだ絶対復活させよリバイバルで るね。<laughs> あれ、ガチでやばい <laughs>。4ペンあるっけ ?4 ペン。マジでやばかったな、あれ。リバイバルでも大パンしてしまう <laughs>。いや、あの、知らない人いると思うけど、あの、過去の着物ちゃんの動画って、前にあげた、今日にあげた動画じゃなくて、どちらかっていうと、一昨日上あげた動画みたいなスタイルです。もっと過激だったの、言葉が。 本当に。大パンもう、1日2回大パン当たり前みたいな。大パン当たり前。で、去年度、モニター何枚壊したかって言うと、3枚ぶっ壊して、マウス4台壊してるね。キーボードが3台ぐらい壊して、じゃあ2台かな。2台壊して、あのー、マウスが4台、うん、3、4台壊れてるね。大パンとマウス投げちゃうから。で、総計時間で言うと、何時間ぐらいかな全部で。えっと、確か除波球、 えー、シン、えー、ラストかな <laughs> えー、確か5個ぐらいあったよね。除波球、シン、ラストみたいな。すっごい長いシリーズだったんだよ。で、実はね、みんな知らないと思うから、先に説明しておくと、キモノちゃんのシリーズって、この動画シリーズって、意外と細分化されてるんだよね。で、まだね、あの、今しっかり整理行われてないけど、ま、あこのようにですね、実はこのシリーズによって、再生リストによって、シリーズごとに、あの、一気に見れるようにこう設定してあるんですよね。ハピクロ編、底編配信者、 え、これ総集編ではないのかなあ、そうだった、これ。これさ、ラウタソ編っていうやつなんだけど、これ、ラウタソ編。なんと、この旦那さんと、アズさんって人結婚しました。で、それ報告が11月21日に来ました、そういえば。この辺で、絆が深めに結婚することになったと。誕生日の時に教えてくださいましたけど。